ザペニータント、マドリン・ポール・ボードリー作19世紀モデルは、ブランシュ・ザンティニー。ブランシュ・ザンティニーは、フランスの歌手、女優である。その名声は、今日、主に、エミール・ゾラが彼女を、小説、ナナの主人公のモデルとして用いたという事実による。ブランシュ・ザンティニーは、マリー・エルネスティーヌ・アンティニーとして、フランスのマルティゼに生まれた。父ジャン・アンティニーは、 地元協会の制御室係であった。彼女は14歳で恋人とブカレストに駆け落ちしたが、彼を、彼女は、数人のジプシーのために捨てた。パリに戻ってくるや、彼女は、サーカスや様々なダンスホールで働いた。彼女はまた、ポール・ボードリーの絵、ザ・ペニータント、マドリンのモデルになった。彼女は、ロシアの警察の本部長の上夫になったが、 彼は彼女をサンクトペテルブルクに、そして彼女がャーリナの特別命令によってロシアを去らなければならなかった時にビースバーデンに連れて行った。彼女がオペレットの舞台でスターになるということを頭の中に入れた時、すべてがまさにゾラが後にナナに記述することになる通りになった。彼女は直ちに舞台で成功を収め、裕福な多くの恋人らの心を引きつけた。 エルベは彼女をオペレッタ、シールパリックのフレデグンド役に出演させ、自分自身はその傑作、レプチ、ファウストの舞台で、彼女のマルグリットを相手に、ファウストを演じたが、これはゲーテの激と愚能のオペラの両者の輝かしいパロディである。ブランシュ・ザンティニーは、次に、1870年と1873年との間のエルベ、 オフ,フェンバック及び彼らの弟子らのすべてのヒット作品の主役を演じたラココット・オフスドール等々。彼女の恋人らは彼女に贈り物をたくさん贈り、彼女のために大金を費やしたが、しかし彼女はそのうち一つでも手放さないでいることはできなかった。恋人の一人の破産によって引き起こされた終分の後、彼女はしばらくの間パリを立つ方が良いと考えた。 彼女はエジプトに行き、そこでカイロの舞台に現れ、ケディブとジョージを持った。彼女はこの旅行からチョーチフスにかかって戻ってきて、一文なしになって友人全員から見捨てられて、ゆっくりと苦しみながら死んだ。ブランシュ・ザンティニーはパリのペール・ラシェーズ墓地に葬られた。ゾラのブランシュ・ザンティニーの後半生を小説の主人公のモデルに据えるという決心は、作家ゾラの 独断論者ゾラに対する勝利であった。最初は彼は売春、堕落、強欲、愚鈍その他と第二帝政の間の関係を科学的に証明しようと決意していたが、しかし彼の決心は読者らにその時期の警察記録も確認したものを明らかにした。1870年の第二帝政の終わりは慣用と慣気の減少という用語で意味されるようなで、 あったかもしれないが、しかし売春、堕落、強欲その他の現象でなかったことは確実である。ブランシュは、馬も馬車も持っていないのに、なぜカイロまで、女中だけでなく、魚車も連れて行くのかその理由を尋ねられたとき、彼女は次のように答えたと伝えられる、なんていうこと。私はオギュスティーヌに2万フラン、ジュスタンに3万5千フラン借りているの。二人を残して、 私を行かせてくれっこないでしょう。ありがとうございます。